日光五条道、日光おなり道とは、江戸時代に五街道と同様整備された脇を王,王冠の一つである。中仙道の本郷追い分けを起点として北上し、岩淵塾、川口塾から岩月塾を経て、去って宿手前の上高野で非街道に合流する脇街道である。日光五条道が幕府干渉の行動として、正式に組み込まれた時期は不明。天灘2年。 1682年に五条道の宿場に組み入れられたことから、岩月塾も天羅2年頃には五条道筋の宿場に指定されたと考えられている。将軍が日光社産の際に使用された街道であり、日光なり街道とも呼ばれている。日光五条道は中世以来の鎌倉街道中道、鎌倉街道中津道を前身とする。当時は、 欧州街道、北大道と呼ばれていたという。江戸時代に五街道の一つとして日光街道が整備された後も、その脇王館として整備され、使われた。日光五条道は、江戸時代将軍の日光社産専用道路であった。現那三年、前六百十七年四月、徳川家康の遺害が、鶴が静岡県の久能山から日光に移された時、二大将軍、 秀忠が、同年四月十二日江戸を出発して日光に向かった、時が五条道の最初の通行という、関駅、1624-1644年以降、日光社山にこの道を利用するのが慣例となり、将軍おなりの道ということで、日光五条道と称され、道中武教の支配下にあった。五条道は、中仙道の本郷岩手を起点として、岩渕塾、 荒川、川口、鳩ヶ谷、大門、岩月を経て、去ってで、日光街道に合流するおよそ十二里三十丁、約四十三キロメートルの王冠路であった。将軍の日光社さんは、岩口、川口、鳩ヶ谷を経て、岩月城に入る道筋が定例となり、川口塾と去って塾が、昼食の場所に当てられるようになったという。大門宿は、元禄十三年。 1700年、岩月半領から幕府領に編成前となった際、宿場に認定され本陣、どんやを相田平左衛門が任ぜられた。その他の本陣は、川口塾が、長瀬文左衛門、鳩ヶ谷塾が、船戸八郎衛門、岩月塾が、斉藤の七郎であった。寛永十三年、1636年の日光東照宮造営の春工。 日光社産の制度化に伴い、将軍が日光島将軍へ社産する際に利用された街道となったことから、日光五条道は、幕府の道中武行の管轄となり、五街道同様の管理を受けるようになった。日光五条道は、江戸時代に整備された日光街道の脇王冠であった。江戸時代初期には、この街道筋は岩月を通ることから日光道中岩月通りや、 岩月道とも呼ばれていた。徳川家康が日光に祀られ、歴代の将軍が社参が行われたのは、元那三年、1617年二代目、将軍、徳川秀忠が最初となる。ただし、秀忠の最初の社参は、日光街道を通っており、三代目、将軍、徳川家光の時に、将軍一行が通る特別な道路として整備されたものである。 それまでは、細々とした日光街道の脇街道でしかなかったと言われる。日光五条道という名称が、幕府の公式文書で見られるのは、天明五年、1785年以降であったという。日光五条道は、日本橋から中山道、現、国道十七号を進み、日本橋から一時目の本郷を言い分け、現在の東大農学部正門前の交差点で、ここ、 付近に本郷追い分け停留所がある。駒込追い分けとも呼ばれる起点に、中仙道が左折、日光五条道が直進、岩淵塾、川口宿、岩淵塾と川口塾は合宿、鳩ヶ谷塾、大門宿、岩月塾を過ぎて、去って宿手前で、日光街道、日光道中に合流する。日光成街道とも呼ばれているが、将軍の一行は、日光五条道では唯一。 岩月塾にのみ宿泊したので、岩月街道、岩月街道とも呼んでいた。天保十四年、1843年には、五街道をはじめ、日光五条道の宿村の調査が行われ、当時の様子は、日光五条道宿村対外町にて示されている。日光成街道の宿場町を示す。当時番号付きが宿場であり、何番の宿場、宿場町であるかを示す。 江戸川が上り、日光、沿って川が下りである。旧街道筋にあたる、現代の路線は、以下の通りである。そして、埼玉県道105号埼玉鳩ヶ谷線の一部区間の、通称が、日光成街道、日光成街道のバイパス、か良、北交差点以南として整備れた、国道122号の一部区間の通称が、日光成街道の別名である。 岩月街道となっている、口述。なお、道路拡幅、橋梁の設置等により経路変更があるため、旧街道筋と完全には一致しない。現在、国道122号の埼玉県内の内かく南交差点以南の通称が、日光成街道の別名である、岩月街道となっている。起点、埼玉県埼玉市岩月区かくらかくら南交差点終点。 埼玉県川口市、船戸町新荒川大橋東京都境延長、約 19.1km、所要時間、自動車で約36分。左が下り線、右が上り線である、国道122号の起点は、栃木県日光市だが、東京方面へ向かう車線を上り線としている。起点から、川口市の西新井区交差点にかけて上下線の間を、 東北自動車道が通り、同高速道路の速道として機能しているほか、川口市の医療センター入口交差点、荒宿駅付近付近から川口元号駅交点、川口元号駅直上付近にかけて、埼玉高速鉄道線が道路の下を通っている。また、埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。 旧鳩谷塾を中心とした鳩谷市は平成23年2011年10月に川口市と合併して消滅した。その翌年平成24年2012年11月に地域を日光五条堂が通っていた川口市は日光五条堂祭りを初めて開催し、旧川口塾付近と旧鳩谷塾付近の2会場で、 大名行列の再現などが行われた。以降平成26年、2014年11月、平成28年、2016年10月と2年に1回開催されいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。